はい、サイエンス寿司バーも今回で第7回目になりました。かなり、定着してきたかなという感じがあります。今回はサメを題材にしてお話ししていただくことになりました。なかなか私たちサメっていうのは馴染み深い魚なんですけど、実はどんなふうに子供を産んだりとか、どんな生活をしているのかってよく知らないので、今回の話を通じてですね、皆さんにサメをよく知っていただければいいかなと思ってます。これ非常に不思議なんですけれども、交尾をして体内受精なんですね。先ほども言いましたように、ただ例えばあのトラザメ一回交尾をするとその後オスがいなくても3ヶ月ぐらいずっと卵を産むんです。でメスが体内にそのオスからもらった精子をずっと貯めておくんですね。で貯めておいて少なくとも我々見ていても数ヶ月間、長いと半年ぐらい、あとはメスがどん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 卵を産んでいくんです。要するに一回交尾をするとあとは排卵から産卵まで受精して殻を作って卵を産んで、そこからもう一回自分でこれを全部メスだけで回すんです。ですからいつ卵を持っていていつどうなっているか実は見ててもわからないんです。要するに海でも川でも生きられるようなサメやエイはいますかということです。でこれは非常に実は少ないです。でなぜ少ないのかというのはこれからちょっとお話ししますが、おそらく体の中の仕組みの問題だと思います。でこのオオメジロザメ非常に面白くてですね、軟骨魚に非常に珍しい公園生種で、実際に海とかを行き来します。特に川に上がるのは、子どもの時だというふうに言われています。幼魚が川に上がってどうも保育所として利用するんじゃないかというふうに考えられています。でただ体の中は実はですね、血液を測ってみるとこんな感じで、実は、かなりの尿素をまだたくさん持ってるんですね。で、この言い方が正しいかどうかちょっと難しいところですけれども、要するに海水魚のまんま川に入っているような感じっていうのが我々の印象です。ですのでなかなかこんなことできないんです。でじゃあそれなのにどうしてこんなことができるのかとか、他のサメはどうしてできないのかとか、なんでこんなことしなくちゃいけないのか、そういったことが非常に面白い疑問で、あとは逆に言うとサメがどうしてその生息環境ですね、海でしか生きられないのかということにもつながるので、これを一つ我々今テーマとしてやっているところです。今回 やらせていただいて非常に皆さんに興味深く聞いていただけたなというふうに思っています。特にお子さんたち、非常にいろんなことをよく知っているお子さんたちが多くて、そういった、子どもたちがこれから、もっとどんどん生き物を好きになって、最終的にはそういう研究者になってくれるといいなというふうに非常に強く感じました。やってみて非常に楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、今日はサメについて兵頭先生にお話しいただきましたけれども、サメということでかなり詳しい子どもたちもたくさんいてびっくりしました。実物をやはりですね、ちゃんと見てもらえたのが一番良かったかなと思ってます。これからも少しでも皆さんに科学の楽しさ、これが伝わっていけばいいなというふうに考えてます。今日はどうもありがとうございました。